語る女装家です。今回のニュースはこちら。圧力をかけることはないと言っていたのに、ジャニーズ会見後にメディア関係者が受けた圧力、フライデーデジタルよりということで、まあ、この記事は会見について語ってるのと、そして2日の会見後、ジャニーズタレントが出演する10月上旬開催のイベントに取材の申し込みをしたと、そしたら今回週刊誌はお呼びでないと断られたということで、これを圧力と言ってるんですけど、これに関しては別に圧力なのかどうかもよくわからないので、まあ、ジャニーズがこういう時だから何でもかんでもニュースにしてるという感じに私は取れました。それこそヤフコメの中には、まあ、その仮に圧力を受けていたとしても、そもそもジャニーズと一緒になって犯罪行為を助長していたようなメディアが急に被害者ずらして何を言ってるんだみたいなね、そういうのもありますね。ということで、これを見ているあなたはどう思いましたか？チャンネル登録、通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。